9月13日の誕生花リコリスを紹介します。リコリスは鮮やかな赤い花が特徴的で、秋の訪れを告げる花として知られています。特徴、葉は線形で細長く青緑色の葉を持ちます。葉は花が咲いた後に伸びることが多いです。鮮やかな赤色の花が特徴で、花びらは細長く反り返り独特の形状をしています。花茎の先に数輪が集まり、花火のように放射状に咲きます。茎は直立した花茎が伸び、高さは30から50センチメートルほどになります。開花時期は9月から10月の秋です。花言葉、再会。花が咲く時期と葉が出る時期がずれていることから、再び会うことを象徴しています。情熱、鮮やかな赤色が強い感情や情熱を表現しています。悲しい思い出、美しい花の姿と花が咲いている間に葉がないことが切なさや悲しみを感じさせます。歴史と文化、リコリスはアジア原産の球根植物で、日本では彼岸花としても知られています。お彼岸の頃に咲くことからこの名が付けられ、古くから日本の秋を代表する花として親しまれてきました。またその美しい花姿から鹿や絵画の題材にもなっています。育て方、植え付け場所は日当たりが良く水はけの良い場所を好みますが、半日陰でも育ちます。排水性の良い土壌を好みます。やや酸性の土壌が適しています。水やりは土が乾いたら水を与えますが、特に成長期には適度な湿度を保つことが重要です。過湿には注意が必要です。成長期に緩効性の肥料を施します。花が咲く前に追肥を行うとより良い花が咲きます。まとめ、庭や鉢植えで鮮やかな赤い花を楽しむことができます。特に秋の庭を彩る花として人気があります。リコリスは切り花としても利用され、その独特な形状がフラワーアレンジメントにアクセントを加えます。リコリスはその鮮やかで美しい花から多くの人々に愛されています。秋の庭を彩るためにぜひリコリスを育ててみてください。